はい、クッキングママやっていきたいと思います。はい、今回もとりあえずね、ママとお料理です。お料理しまくりですよ。3ページ目終わって4ページ目が、あ、でもあと半分だね。じゃあそうだね、まあ、鮎の塩焼きすごい、なんだろう、あんま作んないよね、家でね。何？あ、なるほど、そういうことね。ぐにゅって曲げなきゃいけないんだ。はい、この作業子供にはやらせないでよ。なんか嫌じゃない？ちょっと魚にこのぶっ刺していくっていう作業結構嫌だけど、あれ、刺さりが悪い。やばい、時間やばいよ。そうだ、クッキーにしたんだった。ママより上手ってことでね。食材の上をこすって、え、あ、塩塗りすぎじゃない？辛くない？大丈夫？え、あ、尻尾も、何この、な、なに、あ、え、なに、どういうこと？その調子で頑張ってね。ママ、どういうこと今の、あ、魚ひっくり返したってこと？言ってよ。わかんないよ、ママ。ママ、これ早い、スピードが早いと思うんですけど、ママさすがに。ママ、これ子供泣いちゃう、子供泣いちゃうよ。私泣いちゃう、子供じゃないけど。はい、え、冷静にむずいのやめてほしいんだけど。はい、ママより上手かも。表と裏を焼いてねって。はい、まあこの辺はね、ほい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 、やっぱ色変わってないのにひっくり返しちゃった。変わった。どんなもんなんだろう、どれぐらい焼いたらいいの、これ。これ結構今綺麗な焼き色だったよ。やばい、じゃあママやると焦げるからな。よし、びっくり、ママより上手かも。焼くのうまいのでは。結果発表。はい、結果発表。びっくり、ママより上手かも。まあでも、あゆ焼くのうまい子供ってどうなのみたいな。え、何今の、べっこ飴か何か。いや待って、べっこ飴さすがにちょっと時代を感じるよ。うん、マジで若い子わかんないからね。ガスパチョ作ろう。ガスパチョってごめん、ガスパチョってパッとさ、あ、これあれだよねって出てこないんだけど、何ガスパチョって、え、結構普通、みんな食べる。あら、パプリカね、パプリカ、もうさっきのパプリカだけど、赤と黄色でどれが好きですかって言われたらないですって感じだよね。なんか全部苦手、パプリカは。よし、びっくり、ママより上手かも。トマトをバーナーで炙って、はい、焦がすなって。はい、意外といけるわ。うん、
ママ子供がバーナー使ってるのどう？笑顔で見てられる？笑顔で見てるもんね。ママより上手かも。はい、トマトの皮を素早く剥いてね。はい、あ、出た。これあれじゃん、熱くてさ、なんか飛ばしちゃうやつ、上に。あ、飛ばさなかった、意外。はい、時間かかると飛ばしちゃうってことかな。あ、まあ、手真っ赤になってきてるもんな。あー、ほら、やめてよ。ママもグーみたいなポーズ取ってる場合じゃないのよ。トマトが飛んでいったのよ。もうちょっと焦るべきよ、ほんと。でもそれと同時に、あの、手が真っ赤になってることもちょっと心配してほしいなって。細かく切ろう。はいはい、びっくり、ママより上手かも。今すごい時間シビアじゃなかった？ちょっとママ凶悪だよ。うわ、セロリ入れてる。悪夢かよ。何今の、ちょっと押さえながらやればいいでしょ、これ。そもそもなんでこれどっちかしかできないのよ。何これ。はいはいはい、これ不良品、不良品です、これ不良品。すぐ蓋が開いてしまいます。このママの顔の書いてあるこれ不良品です。大丈夫ですか。これが一番問題児なんだよ。こぼしちゃうからだし。少なめ？はい。少なめ？うまくない？奇跡。あんま知らない、知らない料理で100点取りましたよ。しかもママは感激しているということでね。ここ金多いね、結構ね。テリーヌなんか作ったことねえんだけどって。テリーヌって作るもの、そんなに。お、ブロッコリー、ブロッコリーは嫌いです。森の味がするから。森食ってんだもん、森。はい、プチトマト、地味な作業ね。ママより上手。ママはこれもできないのみたいになってくるよね。これ下手なの、ママ大丈夫？にんじん、とうとうとうと、あれ、まあそうなんだ、そういう切り方なんだね。びっくり、ママより上手かも。野菜を茹でよう。うわ、出た、息を吹きかけてね。苦手です。インゲン入れてる。しんどい。よくないよ、沸騰してる時にすごい進むのゲージ。そんなに沸騰させない方がいいと思うんだけどね。どう、何、え、何、
れはね、これはさすがにね。落とさないように注意よ。落とします。これ何？お花？お花入れてる？もしかして私お花は良くないと思うな。まあまあ食用花ってありますけど、これ何？本当わかんない。何入れてんのこれ。あとオクラやだな、ベタベタするし。違う、ネバネバだよね。人参も別に好きじゃないな。やべ、好きじゃないものばっかりなんだけど。アカリフラワーね、これ。じゃあ何これ。あんな丸いもの飛びました。完璧ね、ママ感激。やばい、今日ママ感激しまくり。うん、私ちょっと調子いいのかもしれない。さあ、ちょっとやっぱデザートいけばな、うん、私ね、マフィンは好きなのよ。マフィンは好きだけど、なんでバナナにしちゃったんだろう。チョコレートじゃダメなのかしらって。ママ揉めない？そこちょっと。私はチョコレートが好き。ママはバナナなのかもしれないけど。ふう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 。びっくり。ママより上手かも。こんなに出るかな、一個で。じゃあ半分で。うわ、なんかバナナが何とも言えないビジュアル。え、なんか何とも言えなくない？このビジュアル。なんて言えばいいんだろう。なんかプレイステーションって感じ。なんか古い感じしな、あの出来が。出来っていうかね、まあ DS だからしょうがないけどね。指示の線の長さを覚えて切ってね。はい、こんな勢いでいくのがいい。勢い。びっくり。ママより上手かも。すりこぎを回して食材を混ぜてね。はい。潰すのね。おら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 。戻す作業が大変やね。おら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 。あとさ、バナナってさ、あの潰すと気持ち悪いよね。はいはい、よし。びっくり。ママより上手かも。アイコンをタッチして食材を指示された重さに合わせてね。はい。あ、出た。これ待って、失敗率高いからな私。22でしょ。 OK。 50。 うわ、すげえ、奇跡。33。よっしゃ。11。11多くね？こんなにいっぱいなの11って。ねえねえ、90。バナナやだな、なんか落ちてき方。はい、80。あ、その調子で頑張ってね。だってちょっと時間がさって。言い訳しちゃう。とても上手、すごいわよ。はい、こぼさないで、ママ。ママこぼしてないっていう。これすぐ揺れるのやめてくんね。これ絶対地盤が悪い。うん、ダメダメ、こんな場所でやってるからいけないのよ。ママその顔やめて。なんか私が悪いみたいな、その表情すごいや。
私が悪いんじゃないのよ。てか抑えてやろうっていう気持ちはないわけっていう。これだから言う、これ主人公にも問題があるわよ。主人公ってか私ね、ママより上手かも。ママいっぱいこぼすもんね決めつけ。そうだよね。こういうの地味にうまいね私。てか待って、もう一回入れさせてくれればいいじゃん。何罰って。ちょ、揉めようやママ別にさ。一回絞ってさ、少ないなと思ったらもう一回入れりゃいいじゃないのよ。何もう 一発勝負なの。何？大丈夫。ママがやり直しておくからね。ちょっとタイミング。結果発表。びっくり。いいんじゃない？ママより上手かも。銀だってほら銀色だとしてもママより上手なんだから。バーガー来た、バーガー。バーガーですよバーガー。何これ電球？電球切れてんのかしら、うん、え、これ気になるんだけど何か。本当にべっこ飴だ。懐かしくない？べっこ飴。あの口先女が来たらべっこ飴投げつけるんだよもうそのイメージしかない。あと学校でなんか理科かなんかでべっこ飴作んない？懐かしい。味全然好きじゃないの私。なんかおえって感じ。なんか甘すぎない？しょうがないとはいえさ、甘すぎんのよ。よし、びっくり。ママより上手かも。フライパンをタッチし続けた目が開く。え、湧くね。開くって書いてある。開く出るの？とか思っちゃった。出た、まだこれだよ。意地悪だよね、ママ。様子見て入れたいじゃないの、こっちだって。もう名前変更しよう。意地悪ママ。結構意地悪ママだよ、今のところ。大丈夫？外そう。ああ。待って、この作業この数分やるのめっちゃ大変じゃね？気のせいですか？ちょっと割れたし。べっこ飴なんかでもちょっと割れるもんですよ。べっこ飴って市販品あんの？どうなんだろう。べっこ飴買おうとは思わないよね。マジべっこ飴好きなのって貞子だっけ？貞子じゃないわ口先女だけだと思うんだけど、どう？え、待って、ちょっと割れてもいいの？うわ、もっと急げた。最悪。結果発表。何よママったら。え、ちょっと待って、ごめんなさい。え、今謎のメニューが増えたと思うんだけど。あ、カップ焼き、待って、え、クッキングママだよね。クッキングをするはずなんだよ。カップ焼きそばってクッキングですか？ちょっと意義ありじゃないですか。クッ、え、クッ、え、作りまーす。だってお湯入れるだけだよ。なにこれ、ペヤング？びっくり。ママより上手かも。絶対ペヤングだよねこれね。お湯入れるだけでしょ。あと
何個食うねん。え、何個食べるつもり、ママ。こぼしたし。私ですらさ、頑張っても。ペヤングだったら、え、めっちゃ頑張れって言ったら3個食べれると思うけど、え、ママ5個食べるんだね。強いね、ママ。ダメ？その調子で頑張ってね。ダメなんかい。待って、これバーンって言っちゃうことあるよね。あ、ねえ、ほんとに嫌なんだけど、バーンって行くことあるよね。べちょ、もうほんと泣きたい。嘘でしょ。これ何、ママあれ拾ってくれたの？私拾ったのいらないんだけど。何これ、ちょっとあれしただけでこぼれるんだよな。そんなにソース入ってないやろね。え、頑張るって何？カップ麺作るのに頑張るって何、ママ？50点ひでえ。やっぱカップ麺だからちょっとやっぱ、ね、モチベ下がっちゃったんだよきっとね。これはもうママが悪い。カップ麺なんて作ろうって言うからって言うから。どうしよっか、もう一個ぐらい。前回揉めま、湯葉？え、湯葉？渋いの次元通り越してるんだけど。マジ？湯葉作るんだ。いまだにね、ちょっと湯葉の美味しさはね、あの子供舌なのでちょっとわからないんだよね。悲しいけど。どら焼きってあれなんだね、あんこを作るところからやるんだね。あんこってか、小倉？あんこでいいよね。作るところからなんだ。本格的。すごい本格的じゃん。私甘さ強すぎない方が好みです。なんか甘すぎるとね、ちょっと個数食えねえし、うん、適度な甘さがいいです、ママ。塩の、塩じゃないわ、あとちょっと塩味もあった方が美味しいですよね。塩もちょっと入れたいですよね。びっくりだよ本当に。うわ、出た。前回ダメって言われたんで、私アク取り。何がいけないの？ね、待って、むず、アク取れない。ママがやり直しておくから。私この世にアクというものは多分取れないんだと思う。確かに鍋でアクが出てきても自分では取らないかもしれない。人が取ってくれるのを待ってるかもしれない。ああ、そういうことか。そういうことだよな。おい、絶対飛んでくる、私毎回。金にしてくれよ。なんか社交辞令でさ、ミキサーだよ。ちょっとなんか調子悪いミキサーね。大丈夫これ、蓋がさ、ほら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 。はいはいはい。ママミキサー買おうぜ。こんなに料理作るんだからさ、1個ぐらい買っていいと思うよ、新しいの。ママより上手かも。買ってくんないみたい。スプーンにすくう？うわ、怖い、ママの顔。何三角って。
次あれかな、生地の方を作って、私生地の方が楽しいって感じ。あ、行っちゃった、最低。混ぜよう。焼く、まだ焼くんじゃないの、私も焼くかと思っちゃった。小麦粉ね、はい、出た、私が苦手なやつ、ついていけなくなっちゃうの。はいはい、ちょ、気持ち早く回すがいいのかな、そうでもない。この卵全然割れないわね。そう、黄身がやっと割れた。すげえいい黄身なのかもしれない。いい気味って箸で持って、いい気味ってなんか悪口みたいだけど違うよ、その卵の黄身ね、いい気味って、いい気味出た。生地を焼こう、これ楽しいよねきっとね。実質ホットケーキ焼くようなもんですから、こんなの。はい、おお、またひっくり返すんだ、やった。ホットケーキ食べたい。ママより上手かも。どら焼きとはっていうね。パンケーキ食べたい、パンケーキ。あんこの塗り方それでいいのかな、あと塗る時の音これでいいのかな、べちゃ、なんかマイナスプロモーションじゃない。プロです、私プロです。ちょっとママ今の嫌がらせだよね。何よこれ、ママ揉めようよ。ママすぐそういうことするのよ、本当に。その調子で頑張ってね。うわ、これで嘘だろ、今の一個のせいでギーになるの、ママねえ、暴れるよ私、本当に。しっかり真ん中にやれってこと？は？あ、びっくりした、これそもそもさ、ママじゃないから罰って言ってんのかと思って、何言ってんのママと思っちゃった。ちょっと切れてるだけでも文句言う、ガチの真ん中だけダメなんだ、むず。その調子で頑張ってね。ママこれちょっと無理、私流れ作業でボンボンやりたいからさ。結果発表。このどら焼きは食べません私。どら焼き好きだけど、ちょっと私が好きそうなメニュー来たよ。あら、メガネ、ついにママもメガネをつけるときが来たのね。ほら、これ良さそうじゃない、チューリップチキン。これ次回やろうね。やっぱチキンとかちょっと優先しちゃうよな、うん、おしゃれしようでさ、ママがおしゃれするだけなんだもんな。どこにあのメガネ、ママ、あのメガネはママのじゃないの、じゃあ何のメガネ。ここ模様替えにメガネがあるってこと、そんなバナナないじゃないのよ。あのメガネは何だったの、パパ、パパのもの。とても謎が深まるけど、はい、ってことでこの辺で終わりたいと思います。なんか今日は全体的に序盤調子よくて後半失速って感じだったね。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。